く踊ってよ。早く。やっば、下手くそすぎでしょ。ちゃんと踊れよ。やばいやばい。え、ちょっと待って、えぐいんだけど。トータルでキモいんだけど。想像だけじゃわからないこともある。だから、私は一番ヒリヒリする瞬間をいつも探しているのかもしれない。赤井、夢の中でも TikTok か。先生もやる？やるわけないだろ。じゃあ今日はここまで。課題忘れんなよ。終わったバズった？全然。この間撮ったやつは？あ、井上の？さすがにまずいでしょ。いやでもそれめっちゃウケるし。確かに絶対バズるわ。マジバズりてー。それって井上さん？そうだけど。そう、うざ。正義感？いや、そういうんじゃないけど。あ、ねえ、あんたも撮ってあげよっか。いいじゃん、プロデュースするよ。てか院長のくせに歩行とか受けるんだけど。確かに。解散。尾形さん、職員室までお願いします。繰り返します。いや絶対嫌ですよ。無理無理無理。失礼します。久しぶり。久しぶり。なんかありました？井上さんのことなんだけどね、1学期の終わりから学校来てなかったでしょ。なんか知らないかなと思って。知りません。あ、本当に？だってあの子話しかけても無視するし。うん、確かに、ね、そう。ああ、なんかあったら何でも先生に言って。何でも聞くから。富田のババアマジでうざくない？それな。でもルカ小中井上と一緒でしょ？うん。仲良かったの？それなりに。でもキモいし、なんかムカつくからやめた。何それ。そこの二人、スカート服装の乱れは心の乱れ、ちゃんとしなさい。よし、それぐらいが可愛いんだから。分かってないね。小林絶対嫉妬してる。もう33でしょ？33なんだ。てかさ、顔出しした方が絶対バズるくない？てか可愛いし。いや、てか愛理の方が可愛いから。いや、そんなことないって。あるある。あ、ん？見て見て、じゃーん、可愛くない？可愛い。彼氏に買ってもらったんだ。へえ、まだ付き合ってんだ。永遠の愛誓ってるんで。あ、最悪。え、うわ。はい、あったよ。最悪。洗えばいいじゃん。無理。永遠の愛は冷めた。その気持ち動画にぶつけたらめっちゃエモいの撮れんじゃない？確かに。いや、服ちゃんの後ろから撮ろう。
月の夢の中でも TikTok か同じネタ？あ？バズった？え？ああダメみたい。この間撮ったやつは？井上の？これはまずいでしょ。いやでもそれめっちゃウケるし、いけるっしょ。それって井上さん？そうだけど、なんか知らないかなと思って。ルカ、こういう時だけ顧問面すんなっつうの。思わ、何オガタスカート、マジなんで私だけ。あ、ねえてかさ、見て見て、可愛くない？彼氏に買ってもらったんだ。あ、お、え、ナイスキャッチ。赤い夢の中でも TikTok か。知りません。あ、本当に？ルカ、ミント、カエデミ、落ち着くから。やめろのざわ。何すんの。もうごめんね、本当にじゃあ私たちこれで。あのさ、何悩んでるか分かんないけど、可能性があることは全部考えた方がいいよ。こういう時だけ顧問面すんなっつうの。思わん？ごめん、先帰ってて。え？スカート。雪の関係ないでしょ。ないけど。カバン持ってくるからここで待ってて。ねえ、赤い夢の中でも TikTok か。
じゃあ今日はここまで。課題忘れんなよ。大丈夫？うん。新聞部の赤井さん、尾形さん、職員室までお願いします。お願いします。もううちらじゃん。新聞部の赤井さん、尾形さん、職員室までお願いします。行かな。うん、めんどくさそうだし。でもいいよ、このままだべってよ。まあそれもそうだね。あ、てかあの動画見せてよ。え？井上の。先生、私。先生。ねえ、愛。知りません。あ、本当に？何に悩んでるか分かんないけど、可能性があることは全部考えた方がいいよ。やったし。ん？ルカ？やりましたよ。なんで？最低。話聞いてあげよっか。で、最後はいつも井上さんが。はい。いやいやいや。なわけ。え、待って、それ新しいネタ？待って、入らないって。もう OK、 わかったね。ふむ。赤井ちゃんの気持ち、わかります。赤井ちゃんは同じ放課後を繰り返しては絶対に教室で目覚めてしまう。そして考える、どうやったらこのループを抜け出すことができるのか、終わらせられるのか。ループから抜け出すために一人でいろんな方法を試してみた。はい。しかしなかなか抜け出せず、ついに我々に相談した。探偵みたいね。赤井ちゃんは実は肝心なことに気がついていない。何かしら。これはみんなが見落としがちで、すごく重要なことなの。経験上、ループは最初と最後、頭とお尻が肝心なわけ。経験上？流れは変えてるっぽいけど、最初は？最初？思い当たる節ある？最初。ヒントになったかな。ありがとうございます。
役に立つとはねえ。そもそもあいつが飛び降りなきゃいいだけの話なのにね。ウケる。中井、夢の中でも TikTok か。まあウケる。じゃあここまで。課題忘れんなよ。終わったー。バズった。井上さん見ませんでした？え、あ、そうや、あっちの方に。ゆきの？本当幼稚だよね、やってること。呆れた。愛理には私からちゃんと言っとく。ありがとうね、大事なことに気づかせてくれて。赤い、夢の中でも TikTok か。じゃあ今日はここまで。課題忘れんなよ。もう終わったー。バズった。それって井上さん。なんで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 。ちょっとルカ、なんで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 。ルカ大丈夫？私ばっかり。あ、アイリーさん、ネタ系やろうよ、絶対バズるよ。何？あいつ向けるし、なんかムカつくし。なんで私。意味わかんない。止まってよ。やめて。可能性があることは全部考えた方がいいよ。赤井さん、サラングです。思いつくこと全部消したでしょ。
なんで消したし、あとちゃんと謝ったじゃん。私と同じ気持ちになったらいい。一番ヒリヒリする瞬間をいつも探していた。想像だけじゃわからないこともある。想像だけじゃわからないことも。メイクもバッチリ、それでも必要